こりゃすごいな。M ドラムの工場見学に来ました。すごい。ここでこういう風に作ってんですね。木材たくさん。M ドラム社長、堀内さんです。よろしくお願いします。すごいですね。ちょっとこれびっくりしましたよ。欅のくり抜き。欅のくり抜きだ。へえ、綺麗ですね。持ってみると結構軽いんですよ。これだもんね。これからこう切り抜いていくんですね。くり抜き。こりゃすげえ。ねえ、これが薬杉。でこっちが。ね、これはね、ボールナットじゃなくて、ギターに使える。あ、これ薬杉か。あ、それも薬杉。これ薬杉。これはブビンガ。ああ、ブビンガいい色してますね、やっぱり。すごいね。木材だ。本当に木材って感じ。これはカリン、カリン。カリンね。硬い。ブビンガ模様いいですね、やっぱり。これだってマホ、うん、これはホンジュラスマホガニっていう高級なホで、ホンジュラスのね、はい、これもそうですね。マホガニもいい音しますよね。あ、マホガニのも作ったないわ。あ、本当ですか。これを輪切りにする、うん、でもめちゃ太いですね、やっぱし。うん、ですね、これはバスドラムが取れるサイズなんでしょう。そうですよね。あっちはまあスネアとかなんですけど、今のことはすごいな。で、丸輪切りにしたものをあっちのドリルで芯を抜いて、くり抜いて真ん中を落とす。はあ、でもちょっとなんか和太鼓チックですね。うん、ですね。これはケヤキで。あ、ケヤキ。はい。これ。グレッチラウンドバッチですよ。グレッチの。それに M ドラムのスネア。これはヒノキですか。ヒノキです。ツヤツヤの。うん、そうそうそう。強力なコレクションですよ。全部あるじゃないですか。うん、欲しい順の棚とりあえず。すごすぎるな。で、あそこも揃ってるもんね。これはこういうのもある。あ、クラビオット2台持ってるんですか。3台ありますね。マジで。ここにもあるもん。